ギリシャのヤネオティス、この8人ですが、注目はやはり4コース、グラント・ハケット。スタート、ハケット好スタートです。ほとんどアメリカのチャド・カービンも並んで好スタートを切りました。カービンも今シーズンのランキングでは3位です。ハケットは今シーズンのランキングで見ますと8位。まあ、しかし鈴木さん、このハゲットの泳ぎ、はい、さらにはこの手前のカービンの泳ぎも注目ですね。そうですね、まあ、ハゲットが登場しまして、はい、場内が一段とこう盛り上がりましたね、はい、まず50のターンです。ほとんど3人並びました。ルーマニアのコマン、オーストラリアのハゲット、アメリカのカービン。ハゲットが一番わかりやすいこの黄色いスイミングキャップ。3コース、ルーマニアのコマンがわずかに先頭です。ハケットとカービンがほとんど並んでいます。オーストラリアハケットとアメリカのカービン、そして6コースがドイツのソルター。100のターンはルーマニアのコマン、100のターンは54秒52です。まあ、世界記録よりは少し遅れています。グラントハケットが現在2位。黄色のこのスインキャップに注目してください。ハケット、そしてアメリカのチャドカービン、その手前向こう側のまあ、コマンの向こうですが、ドイツのヘル。1コースがベネズエラのオナステリオ。まあ、どうやらこの3コースのコマンが前半飛び出し、はい、4コース5コースが追いかけるというような展開になりそうですね、はい、ルーマニアのコマン先頭で150のターンを終えて、さあこの国際水泳センター、オーストラリアシドニーの水泳センターは手拍子が起きています。4コースをオーストラリアのハケットが泳いでいます。オーストラリアとしてはこのハケットと、さらにはこの後の組に登場してくる、最後の組に登場するイアンソープ、ビッグネームが2人います。3コースのルーマニアコマンが先頭でターンしました。世界記録よりは左側3秒35遅れています。ここでアメリカのチャドカービンが少し上がってきました。チャドカービン、さらに地元オーストラリアのグラントハケット、この2人が少しずつ上がってきました。ルーマニアのコマンのリードが縮まってきました。まあ、4コースの黄色いキャップのハケットですが、はいはい、以前はですね 200m 自由形でもワールド記録、はい、世界記録を持っていたこともありますので、スピードもあります。最後の追い込みも期待できますね、はい、ルーマニアコマンが先頭、アメリカのカービンが2位、オーストラリアハケットが3位ですが、ほとんどご覧のように差はありません。プールの中央からまもなく300のターンに向かっています。残り 15m、先頭まだルーマニアのコマンです。ここでチャドカービン、アメリカのカービン上がった、ハケットも少しずつ上がってきます。さあ300のターンを終えて、まだハケットは3位、3コースルーマニアのコマンが先頭です。そしてここでアメリカのカービン先頭に立ちます、並びます。カービン先頭に並んできました。手前ハケットはまだ少し遅れています。ルーマニアコマンとアメリカのカービンがほとんど並びました。ほとんど2人が並びました。わずかにここでアメリカカービンリードに変わったでしょうか。アメリカカービンがリード、そしてハケット上がってきました。予選ですがハケットこの辺りで上がってきた。残り50のターンです。最後のターンを終えました。ほとんど3人が並んだ。ここでルーマニアのコマン少し苦しくなったか。アメリカカービン先頭、カービン先頭でグラントハケットが上がった。オーストラリアのハケット上がって大歓声に変わってきます。プールの中央、もうまるで決勝のような歓声に変わってきました。3人が並んだ。ルーマニアコマン、オーストラリアハケット、アメリカカービン、もう一度コマンも上がってくる。カービンがわずかにリード、ハケットは現在3位、カービン先頭。残り 5m を切ってカービン1着でゴールイン、2着にルーマニアのコマン、オーストラリアハケットは3位でゴールしました。タイムは3分48秒42。オーストラリアのハケットのこの予選に大歓声が沸きました。シドニーの国際水泳センターです。最後もう少し最後終盤追い込むかなと思いましたけど、はい、あまりこう泳ぎが切れてなかったような気がしますね、はい、とするとハケットの状態としては予選を見た